いろいろあるの方法が。あ、ちょっとみんな聞こう。いろいろある。面白いぞこれ。なになに、まず第一番目何、どうしたら成仏できるの。いろいろあるっていうのは解き方。例えば。そんなに複雑なんかい。いや、違うんですよ。ほら、面白いぞ。ちょっと待って。まず突き詰めていくと、成仏するために本尊が必要なんでしょ。だから本いらないの。三大秘宝を真珠ってことなんですよ、突き詰めていけば。ただ南無法蓮華経というのは円融円満の方だから、解き方いろいろありますよっていうこと。だから成仏、じゃあ簡単に言いましょうよ。簡単に成仏するってのは、だって小さい子供から年寄りまで成仏できるのが大聖人の仏法でしょ。そしたらあんたみたいにそんな複雑にいくつもやる方法があるみたいなこと言ったら成仏できないじゃん。簡単ですよ。本尊に奇妙意志すれば成仏するんです。あ、そう。そうです。桁なくても。バカだね。事業桁の南無法蓮華経って言ったら、もうそこに含まれるんです。そうですね。そういう意味だったらそうですよ。そんなことをね、しかし本人ね、しかし本人においては、本人においては三大秘宝の大目を唱えなかったら成仏しないんです。そこは多分豊田さんと私では相違はないところなんで、そこで。いやいや、相違あるよ。大いにある。まず、いいか、いいか、日刊商人が拝んでるところと思い込んでる日刊商人の仰せではですよ。およそ本尊とは、本尊とはね、本尊とは初縁の経なりって。まあ困ったらそうか、逃げたいか。じゃあいいじゃないですか、人逃げんなよ。いいか、いいか、本尊とは初縁の経なりっていう。つまり大経として我々が成仏するための初縁の経なんだと。そして経よく地を発し、地よくまた行を導くと。いいね。そして故に今日もし正しからざる時には地行をまた従って正しからず。ここ言いたいんだよ。つまり本尊が間違ってれば、あんたがどんなに一生懸命ナム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 言ってみたって、それからあんたの信じるところの桁行らしいことやってみたって、それ全然正しからずと。全く正しくないって言ってるんです。日刊商人が言ってるんです。そして、妙略在し得るありと。このもし小教にあらざれば、つまり正しい教でなかった、正しい本尊でなかったら、たとえこの疑問をなけれど、あんたの心にどんなに素直で正しい心があったとしても、全くこの主とはならず、つまり成仏の種とはならない。つまり故に最後あと一行、故にすべからく本尊を選んでもって信仰を励むべし。つまり本尊を正しいか間違ってるかっていうことを、まずそこを調べて、それからナムナム言いなさいと、行をやりなさいと、こう言ってるわけだ。だから我々が成仏するためには一番大事な問題は、創価学会の本尊があれが成仏できないのかどうか、できるのかどうか、それを検証するってことですよ。我々の本尊は間違いない。だから戒厳の話だろ。だったら戒厳は、例えば一人しかできないことをなんで文章にする必要があるんだって言ってるんです。それをなんで文章って聞くかっていう、それが道理がわからないって言ってるんですよ。一人から一人に伝授するものを文章にする必要は全くないんです。逆大聖人が言われてないことを言ってるってなんで信じれるんですか。信じれるんですか。うん、じゃあ簡単じゃん。いつも言ってる通り木へ二蔵ですよ。しかも草木成仏、草木成仏区別と合わせて読まなかったらわかりませんよ。まあいいよ、もともと木へ二蔵だ。我々がすればね、これが普通に読めないのはもうよっぽど心がひね曲がってるってことですか。前置きしなくていい。いや、まさにそうですもん。いつものとこ、出していいですか。見ていくんですよ。はいはいはい。法華を得たる人でしょ。ちょっとこれ前提で確認なんですけど、ここで五章で出てるその木影二像というのは、この木影二像改元のことに書かれているものについては、全部ここは神道根さんの漫画のご本尊と読むわけですよね。うん、それが不問の辺と願意の辺があるじゃないですか。それが不問願意が読めないから皆さん混乱してるんですよ。そうすると一応採用とも言うし、それ違うでしょ。同じですよ。不問っていうのはね、一応って言うんです。願意っていうのは採用って言うんです。そこじゃなくてそれは同じっていうのはいいんです。だから採用はそうです。採用はお漫画のご本尊を言ってる。そうすると、その木影二像改元のことの中の木影二像でも、ここは不問で、ここは願意っていう違いがあるっていう。ないね。基本的に不問の形を借りて、言わんとしてるところは全部願意。だから、門は全部不問ですよ。
だからあなたの言うとこの木影二蔵という言葉を使われたり、それから法華経28本という言葉を使われたり、でもこれは末法には全くこの願意で読まなかったら意味ないじゃん。そう、あらかじめ私とのね、うん、あのスタンスの違いをはっきりしててほしいんですけど、うん、豊田さんはつまり少なくともここで言う木影二蔵については全部、不問と願意があって、その願意の辺を読まないといけない。そういうことですね、師匠ですね。全部誤書はそうですよ。で、私が言ってるのは不問の辺では読めないところが願意としか読めないっていうことです。大聖人の誤書っていうのは大聖人がどのように考えられてたかっていうことを考えると、大聖人、例えばそのこの妙法は釈尊の妙法にあらざるなりというふうに言われてたり、要は末法御本仏としての立場をはっきり言われてるところもあるし、でありながら、あの釈迦、あの例えば、上行からあの受けたということを書かれてたりするわけですよ。で、あの例えば聖寺一大寺ケチメフ章なんかだと、あの、まあその講義はいいから、その講義はいいからね。要するにこのね、まだ言いたいことは分かりますよ。つまり言術相対の辺で書かれた御書なのか、それとも手札相対で書かれた辺なのか、そこの基準によってそこに不問と願意があるってことなんです。あんたにはそういうことなんですよ。で、そのね、そんな講義を参加されてもですよ、戒厳のない本尊で、ああやって改ざんされた本尊を拝んでる人間に御所をそんなに抗議されてもね、不問なんだよ、不毛なので、いきますよ。もうホッケを心得たら、だから俺の言うこと反論するのはいいよ。じゃあスタンスははっきりする。分かった分かった、はい分かったよ。それでホッケを心得たる人、別にいいですよ。私たちが話してんだからいいんだ。これ、ね、困るとこあってね、人に言う、それがね、ばっこいっつってんだよ。いい、ホッケを心得たる人、木影二蔵の戒厳供養せざれば、戒厳供養せざれば、家に主の亡きに盗人が入り、人の失るに、その身に貴人の入るのことしと、これがまさに決定的な御紋章です。で、この、はい、反論してください。はいはい。願意の辺では、これはまさに板御本尊と至福の御本尊様のことですよ。そう読まなかったら、木影二蔵戒厳のことを全部基本的には願意の辺があると。願意があります。そうすると、仏に、これ、ボルトから読むとね、仏に32層います、皆四季法なる、最下の潜伏林より終わり、無権調査に至るまでの31層は、家権に対してなれば、家畜で作り筆所。まあ、家権に対してなので、同じその場所にこう共通して、存在することができない。つまりまあ、お前ね、2ページも前のところを引っ張り出してきて、一番痛いところから逃げるんじゃないよ。今のところを反論してごらん。我々ははっきり戒厳供養、しかも大聖人の御門の文脈から言って、そんな冒頭からいちいち説明しなくたって、せいぜい 2,3 行前後読めば分かります。それがわからないのは、あなたが文脈を読み取る力がないだけのことなんだ。それは周り聞いてる人がいいですよ。だからこれを信じないのはいいんだよ。俺ね、別に田君に戒厳供養を信じてもらうとは思わない。ただ我々は大聖人のこの御門から言って、しかも草木成仏苦節のそういう御門から言って、どうしてもそう言ったって、お前一番初めからやる必要ないんで、とりあえずじゃあここやろう、じゃあここやりましょう。じゃあまず法華経を心得た人誰、法華経を心得た人誰、この時は大聖人。それは不問の辺だろ。じゃあ願意はどうなる。今いないんじゃないですか。だから大聖人いないじゃん。不問と願意を立てた、だからそこでいないけはどうするんですか。じゃあ今の現時におけるって、いいじゃん、今いない。700年後の創価学会の方が違うよ。創価学会の亡き赤井さんが原田さんがやるという前提で話してるからですよ。なんで戒厳供養しなかったら、すいません、皆さんちょっと申し訳ないけど、我々はやっぱりちょっとレベルがそれだ本までいかないんで、あのちょっと喋らせてください。仏に32層いますみなしきほんなり、まあ、要するにあの物質とで共存できない家計に対してなので、目に見えてで同じ場所にはあの共通することができない。つまりその釈尊32層なので、これはあの仏釈尊そのものですね。で、煩悩上の一層だけは不可見無体識、まあ無体識ではなくて無体識、同じ場所にその共通、まあ、あの同じ空間に存在することができない、見ることもできないから、書くこともできない、作ることもできない。で、仏滅後に木影の二蔵ありというふうに言われてて、仏滅後っていうのはこれは正法造法時代を含んでる話なので、ここは当然、釈迦像としか読めないですよね、うん、で、ここは願意はないのか。ありますよ。つまりこれはざっくり言えば、要は物質物体というものは、これが32層あるうちの31層しか存在しえない、表現しえない、
つまり忍法一家としての本尊と現れるためには家見歌い式、それをこの煩悶定という一層が欠けてるんだと、っていうふうに読んでいけば、これはまさにこの仏像仏滅後の木影の二像とは、その概を読めばまさにこれは忍法一家のマンダラボ音頭のことです。だからそこで多分不問の変と概要、概要の変、私たちがね言ってる概要の変っていうのは、あの豊田さんの今のはやはり解釈なわけですよ。どこまで言ってもね、これ概要、概要はこういうふうに解釈するんだっていうふうに。ただ大乗人が言われてる、さっき少しね事例を挙げようとしたその勝利一代で決脈症なんかだと、要するにあの、そのゆえは釈迦法の二仏法灯の中に上行菩薩に譲りたまいて、ここは競争なわけです。もうそのまま読んだまま。そしたらでこの妙法蓮華経の五字か今の五字このから筋も離れたら消えなくなるというところは、これは競争では読めないわけですよ。大乗人が上行として受けました。どうも、長寿大消えなくの何年、何年ぐらい上行菩薩に譲りたまいて、はいはいはい、というところまでは不景気。どこが願意、競争しか読めないって、ここあ競争でしか読めない競争、ここはそのまま競争と言ってますね、法華経の競争、ね、これこっち喋らせて分かります、うん、そうで、この後この妙法蓮華経の五字加工の五字この隅も離れられてきて、どれがだってこれ大乗人の方で競争しか読めないってことありないですよ。上行菩薩に譲りたまえて、じゃあ競争でしか読めないじゃなくて、ここはそのまま競争で理解できますよねっていう、ここはね、それはいいじゃん、それ流れとしてずっと解かれてんだから。そうそう、だからここ、ね、だけどその中にこの次はこの妙法蓮華経の五字過去女子だから寸字も離れちゃう結脈なりっていうのは、これは読めないですね、競争ではっていう、これ空音願上示唆されてるから読めない、釈尊から受けたという立場じゃないわけですよ。つまり、うん、どうぞ、はい、どうぞ、はい、つまりこの結脈というのは冒頭で言われているそれ長寿一大事結脈とは、いわゆる妙法蓮華経というのが釈尊の妙法ではなくて南妙法蓮華経であるということを言われているわけじゃないですか。だからあのこれが競争、これあの競争と肝心という読み方をするというよりも、大聖人の御神意を排すという意味では絶対その肝心でしか読めないところがあるんですよ。これは当然ですよね、うん、だからその読むべき読まないべきという話ではなくて、そう肝心のお立場がなかった、読めない、何を基準にあなたはそうやってさ展開できるわけ。だからこれはおよそな、これは御所というのは受けたという立場じゃないです。